こんにちは、キャスターアルトリアと申します。実のところ、サーヴァントというのはよくわからないですが、魔術なんかでお役に立てるなら遠慮なくお使いください。え、魔術はなんかじゃないうわぁ、こっちの世界ではそうなんですかクエストですか 探索でも戦闘でも、それなりにお役に立ちましょうマスターに指示を出してもらえるのは、とても助かります。私、あまり指揮官には向いていないので。マスターは司令官というより、頼れる友人という気がします。遠すぎず、近すぎず、絶妙な距離感というか、 友達はいなかったので、この関係はとても新鮮です。ガレスちゃん、円卓の騎士だったんだうわぁ、うわぁかっこいい鎧すごいなんだろう、私、踊り出しそうなくらい嬉しいあの方が、メイブさんですかうわぁ、姿形だけじゃなく性格。 口調まで。私の知っている妖精とそっくりすぎて逆に引きます。今度、チーズケーキを差し入れに行きましょう。アルトリアペンドラゴンというのですね。聖剣を持つ王様。ええ、知っています。きっと誰よりも。でも、ごめんなさい。 私には彼女は見えないようです。マーリンこちらでも何一つ変わらないなんて。あ、はあ。あそっか。こちらでも変わらずそういう性格なんですね、マーリン。これはあなたもさぞ苦労していることでしょう。モルガン。反人類史では、 私の姉で会った人。言われてみれば、ちょっと顔が似ているような、似ていないような。あ、私も大人になれば、彼女くらいになれるのでしょうか。バーゲコ。バーゲコさんの話を私に振りますか。ええ、苦手です。すっごく苦手。 妖精士族の霊嬢というだけでもくっそうなのに、何なんだあの恵まれた体はすべてにおいて村娘にマウントを取るマウンテンな妖精騎士、それがバゲコですあ、バゲコというのは私が心の中だけで呼んでいる継承なので、決して口外しないでください。バゲコ、敵に回すと怖いので。血に濡れたかかとのバーバンシー。 彼女とは相性が良くないようです。私はそこまで毛嫌いしてはいないのですが。むしろ正直者なので不快ではないのですが。よし、今度呪詛返しというものをやって、彼女の気持ちを返してみよっと。オベロンまでいるのですね。彼が何者なのか、 知識だけはあります。妖精王にして調停者。売り店を導いた者。そして、私の数少ない理解者。私がいるのですから、彼がいるのも不思議ではありません。好きなもの、好きなもの。あ、チョコレートいつか食べた。 チョコレートが大好きです。種火よりあのチョコが欲しい私でした。嫌いなものは特にないですよ。善人も悪人も分け隔てなく、内情をしてしまえばみんなそうなると思います。嫌いなもの、たくさんあります。でも、それは私の弱さに起因するもの。 いつか、どんな嘘であろうと受け止められる、そんな心になりたいです。聖杯というものがあるのですね。何でも願いが叶うのなら、どうか慎重を。少しだけ、少しだけでいいので。イベント真っ最中ですね。平和主義者な私ですが、参加するなら全勝したいです。えい、えい。 おーカルデアという組織のことは聞いていました。正当な英霊だけでなく、不思議なもの、おかしなもの、ちょっと居場所がないものまで許容し、助け合う広場だって。<laughs> 本当にそうなんですね。私もここなら魔術の研究に没頭できそうです。 剣で戦わないのか、ですかうーん。杖で叩いたりはするけど、剣はな。どうだろうな。考えたこともないかもだな。だってほら、手が滑ったりしたら自分の足を切りそうだし、うっかり湖の落としでもしたら大変だし。あの、 もしかして、召喚される前から知り合いだったりするのでしょうかだとしたら、すみません。私、召喚される前のことはよくわからなくて。記録にないのではなく、わからないんです。でも、あなたがいい友人であることはわかります。だって、 一緒にいると気が楽になりますから。ふぅー。あ、おはようございます、マスター。今日はちょっとズルをしてお休みなど。えへへ。そろそろマスターも私が優等生のふりをしたサボり魔なのではと怪しんでいると思います。ええ、その通りです。 私、ただの村娘ですから。マスターと同じ、どこにでもいる誰かなんですよ、きっと。私の魔術がお役に立つなら喜んで。滅びを見送るあなたのために、六つの鐘を鳴らしましょう。って、あれ何か言いました私。 私が見ていた星は、この世界のどこにもありません。かけがえのないものも、尊いものも、出会うことはないのです。でも、だからといって腐ったり、諦めたりはしないのです。私は、私たちは、最後まで叶うことのない、自分だけの希望のために、今を投げ出さず、 生きているのですから。レベルアップですかえ、えっと。そうですね。少しでも皆さんのお役に立てるようになればいいのですが。基本能力が上がるのはいいことです。魔術の研究も進みますから。 私の霊気ではそこまでの強さは望めませんが、できる範囲で成果を出していきますね。霊気段階が上がった。ということで、こちらの衣装になってみました。この衣装は特別なものなので、 自然と気持ちが引き締まります。とはいえ、性格は変わらないので、私自身、おてんばのままなのですが。<laughs> どうぞ焦らず、のんびりと。私なんて、そう急いだところで変わりませんから。 これくらいがちょうどいいと思うのです。大きな力とか責任とか、ちょっと荷が重すぎるので。ああ、夢を見ているようです。それとも、今までのすべてが。 長い夢だったのでしょうか。私は、売り店の守護を定めとする者。あの少女ではたどり着かなかった、そうあれと願われた姿。黄昏の空を呼ぶ、玉座なき無名の王。出陣ですね。いいでしょう。 私に続きなさい。完膚なきまでに殲滅します。王といえど、剣であるのなら持ち主に従う者。あなたの采配が星を滅ぼすものでない限り、一寸の狂いもなく命令を遂行します。マスターとの関係マスターは私の命ですが、他に何か マーリン私の魔術の教師であり、去り際に、ごめん任せたと、私にキャスパリーグを押し付けたマーリンですかんこちらでは違うのですね。いずれにせよ、次に会うときは残首すると告げてあります。死ねない沼を処する魔術は編み出しました。あの人物は、 一度死んで少年を入れ替えるほかないと思います。悲しきアルビオン。美しいものに出会ってしまった最後の竜。彼女がサーヴァントとして召喚されたことは、とても嬉しい。一時とはいえ、どうか、その看ばせに、喜びの涙が流れんことを。 私が言うのもなんですが、ビースト候補があんなんでいいのでしょうかうちのキャスパリーグと比べないでほしいんですけど。妖精王オベロン。我が宿敵。我が同胞。同じ幻想でありながら、私は人を知らず、彼は人を知りすぎた。叶うのなら、もう一度。 何度も言いますが、私は見た目がょうしいだけで、中身はいつものアルトリアです。気を使わないでください。食事は虫料理以外なら何でも食べます。嫌いなものはありませんが、そうですね。アルビオンの竜は少し苦手です。聖杯ですか。 汚れていないものであれば、貴重なものです。私に叶えたい願いはありませんが、あえて言うなら、あなたについて回る薬剤、その一つでも取り除ければ。この完成は、特別な大会が開かれているようですね。行きましょう。優勝商品はすべて、我々の手に。 私は今までの私と別人というわけではありません。存在そのものは別のものですが、基本的な思考、性能はほぼ同じです。あなたたち風に言うなら、一つだけ年をとって気持ちを切り替えたアルトリアというところでしょうか。私には、 全ての記憶が備わっています。まっさらな状態でサーバントとして召喚された私のことも、あなたとブリテンを共に旅した私のことも、私がなることのなかった、この私という幻想のことも全て。すみません。私という単語が多すぎましたね。私も、 こんな話をされたら、ふわっとしか理解できないと思います。もっと気安く接しなさい。ほら、レイジも気軽に使って、宝具を乱発するのです。おてんばな私にはできて、私にはできないという理由はないはずです。んそういうところが理由つい構えてしまう あの、私は敵ではありませんが。私は役に立っていますかよろしい。では、報酬にカルデアの冒険譚をもっと聞かせるように。私は、聖剣の騎士という概念が具現化したもの。聖剣にまつわる逸話であれば、ほぼンプしている状態ですが。 カルデアで起きる事件は、どこにも類似したものがない。聞いているだけで、おやつと飲み物が欲しくなります。欲しくなります。人類を修復する者たち。言うはたやすいですが、行うのは困難だったでしょう。私は、星に住む命を守る者。実のところ、 反人類史も得意点も異文体も評価としては同じなのです。ですが、今は個人的にあなたたちの未来を案じています。エコヒーキですね。でも仕方がないでしょ私の中身は、あのどうしようもなくお天場だったアルトリアなのですから。 聖剣とは命の輝き。未来から届いた光。星にとって地表の命はドレスのようなもの。燃え尽きようと切り裂かれようと、星そのものには何の影響もない。ですが、そのどれもがかけがえのない文様なのです。きっと、私は星ではなく、 その紋様に焦がれた誰か。聖剣の騎士にはなれませんが、その輝きを知る者として、あなたの剣となりましょう。野原に出かけることを、こちらではピクニックというんですかピクニック。 ピクニック。ちょっとかわいいです。誰もいないから気を楽にじゃあ、お言葉に甘えて、私も足を伸ばしちゃおうっと。ふふ。なんだか方が緩んでしまいます。ただ語り合うために時間を過ごす。これ以上の贅沢は、ちょっと思いつきません。 今はこうして、あなたの未来を聞かせてください。私でも成長ができるなんて、未来ある世界の証ですね。素晴らしいです。わずかですが、能力が上がったようです。より確かに、あなたの役に立ちましょう。 提案なのですが、種火に味をつけるというのはいえ、特に不満はないのですが、甘みとか、食感とか、あると、とても。それはいつか来る兆しの星、希望の地、楽園の後、誰に呼ばれるまでもなく、 あなたは星をかざすでしょう運命は誰のためアラウンド・カリバーンあれはいつか見た終わりの星多くの言葉わずかなきらめきどれほど遠くけがれても私は星を探すのですさあ幕を開けてアラウンド・カリバーン 違法の国時の終わりなれど剣は彼の手に城壁は固く勝ち時は万里をかける霊言なる勝利を刻めラウンドオーバーバロン最果ての島罪の都最後の竜は我が胸にいかなる滅びにも我らは屈せず集う 円卓の守護者たちラウンド・オブ・アーバロン